旦過市場から再び火が上がっています。まるで4ヶ月前と同じような激しい炎です。その中通らないでください。火事が起きたのは昨日午後8時50分ごろ。飲食店から通報が入りました。天ぷら油に火が入った。北九州の台所旦過市場や隣接する飲食店街の新旦過横丁などが激しい炎と黒煙に包まれました。9時ちょうどぐらいにお店の中にいたんですけど、シャッターを開けたらもう煙がずっと回ってきてた感じで、そこからはもう早かったですね。火柱が立ってもう一気に燃え広がりました。木造の建物が密集するエリアで火は瞬く間に燃え広がります。駆けつけた店の関係者たちは目の前の光景が信じられない様子で呆然と立ち尽くしていました。お店そこなんですけど、もうショックで、なんでこう何回も何回も。火の手は老舗の映画館にも。今もう火が映ってます。燃えてます。火がもう映ってます。燃えている旦過市場のすぐそばにある老人ホームなんですが、入居者の方でしょうか、外に続々と出てきています。火の勢いはなかなか収まらず、消防隊による夜を徹した消火活動が行われました。一夜が明け、市場の一帯には無残に焼け焦げた瓦礫の山が広がっていました。これまでに怪我人は確認されていないということです。旦過市場一帯では今年4月にも食料品店や飲食店など42軒を焼く大規模火災が発生しています。6月に本格的な復旧が始まり、あさってには瓦礫の撤去が完了するはずでした。もう言葉にならないです。これからどうして商売しようか、どうして生きていればいいか分かんないですよね。1回目被災してて、で、まあ、インタビュー受けた時に、まあ、もうタンガ負けません、頑張りますって言ってインタビュー受けた時に大口叩いたんですけど、2回目はもうダメ。もうなんかもう疲れた。一生懸命毎日商売して別に何も悪いことしてないのに、なんでこんな目に遭うんかなって思って、昨日からも泣き崩れとその仲間たち見たらもういても立ってもおられんすもんね。消防によりますと、今回焼損した面積はおよそ2000平方メートル。前回の火災よりも広い範囲が燃えたとみられています。復旧復興、再整備を成功させるためにみんなが団結して頑張っていくためにですね、やはり相当厳しい状況に今あるというふうに感じています。被災された地域の皆様方の、お気持ちをよく伺い、検証をしながら対応してまいりたいと、このように考えております。